今日も暑いです。午前中できる限り洗濯物をしたり、玄関の水洗い掃除などしてシャワーを浴びました。夕方まで草刈りしてたんで、昨日はちょっと夏バテ気味で食傷気味です。でも食べて動かないとダメっていうことで、トーストしました。はちみつバタートースト。これ我が家の採れた蜂蜜です。去年のです。発酵して溢れてたんですけど、ちょっとずつ食べてもこんな減っちゃいましたね。下の方が結晶化してます。上の方は柔らかい、下の方はこんな感じ。まるでバターのようですよね。蜜蜂の一生分をいただくスプーン一杯です。それ以上食べるとかわいそうで申し訳ないなと思っちゃいます。こちらはブドウジャムです。瓶詰めした残りです。最後なので鍋の中でだいぶ煮詰まってかなり硬くなりました。ペクチンも出るのでね、ちょっと皮が少し残ってるんですよ、繊維が。でもジャムにして食べちゃうと気にはなりません。でジャム付きでいただきます。こちらは青汁の粉末入りのトマトジュース。氷一つだけ落としました。もう溶けてきちゃった。少しのお水で、青汁の粉末を溶いてからトマトジュースを入れました。まずはこれを飲みましょう。ゆっくり飲まないとね。もう冷たいものを昨日飲みすぎちゃって、やっぱ疲れますね、あんま胃腸が。だから今朝はあんまり冷たいものまで飲まないようにしてます。おいしい。これで蜂蜜バタートーストいただくことにします。焼きたてのトーストに、凍ったバターを入れて乗せてあります。バターは、包丁で凍ってるうちにどんどん切って容器に入れて、爪楊枝が入ってます。ほら、爪楊枝で刺した跡があるでしょ。だからとってもね、使いやすいですよ。こうやって切っちゃっとくと、好みの大きさに切って、何種類かのバージョンで全部一緒に箱容器に入れてあります。今回はちょっと厚めかな。いただきます。うまっ。手前の蜂蜜トーストからいただいていきます。今日も一日元気で頑張るぞー。